今回ご紹介するのは周南市にある春菜中華松の木。本格的な中華料理が気軽に味わえる人気のお店です。こだわりの料理を提供しているのは代表の松岡さんです。本格的といっても自分なりに地元の人の好みに合うようにアレンジしてから作ってます。こちらでまず味わっていただきたいのがこの石焼き麻婆豆腐です。具材や自家製の調味料などすべてにこだわった松の木の看板メニューです。豆板醤は3年熟成の黒い豆板醤を使っております。特にスープとかにはこだわってますんで、牛骨で取ったスープと鶏ガラのスープと2種類合わせて旨味を出すようにしてます。とあとは豆腐そのものも豆腐屋さんに特注で作ってもらっているので、そこが一番特徴だと思います。最後に入れたのが全部自家製の山椒油とかラー油ですね。あれでも香りと辛みをつけるようにしてます。この麻婆豆腐、熱々を感じるその前に旨味の効いた程よい辛さがグッとくるんです。まさにこだわり抜いた絶品の麻婆豆腐でした。単品だけではありません。1日20食限定の日替わりセットもおすすめです。この日のメインのエビチリもこだわり満載です。あんまり辛みは強くしないんで、まろやかなので辛いのが苦手の方とかお子様とかでも美味しく食べれると思います。ケチャップは使わずにトマトソースで作ってるんで、一般のエビチリよりは色は薄いというかオレンジ色っぽい感じになってます。この日替わりセット、メインだけでなく小鉢も充実しています。自家製のタレが効いた鶏のチャーシューや黒ごまのムース、そしてちょっと目を引いたのがこのナスの挟み揚げです。中ミンチとザーサイを入れて天ぷらにしたものにニンニクとパン粉で作ったパウダーをかけて味付けしました。カレー粉とかも入ってますんで、辛いっていうよりはスパイシーだなっていうぐらいの感じです。辛さだけではなくしっかりとした旨味も追求した本格中華料理の数々、こだわりの味をぜひ一度ご賞味あれ。手伸びをせず自分ができることをもうとにかく一生懸命やるのがモットーですね。もうそれだけです。